こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の男性におすすめしたい、名作アウター8000というテーマでお届けをしたいと思っています。まあこれまでですね、アウター系の動画、いくつか撮ってきてるかなと思うんですね。まあユニクロの中ではこのあたりのアウターがおすすめですとか、あとは最近買えるアウターの中ではこのあたりがおすすめですっていう動画をお届けしてるかなと思うんですが、今回はですね、結構中長期にわたり使えるような、大人の名作のアウターをですね、私物を持って てきたので皆さんに力いっぱいですね解説をしていきたいなというふうに思っていますどれもですね普段のアイテムに比べるとちょっと単価は高いんですが長いスパンで使うことができるものばかりなので、まあ、この中からですね気に入ったものがあればぜひ皆さんもですね試着をしたいだとか実際に買ってみるとですね着こなしのバリエーションも増えたりだとかまあ、全身ユニクロも良かったりするんですけどもポイントポイントでアウターだけでもですねちょっといいものを持っておくと他のものもそれに引っ張られてユニクの ものであっても高見えするっていうこともあったりするのでまあ、ぜひですね今回ご紹介する名作アウター最後まで楽しんでいただければなというふうに思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべくわかりやすく解説していますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、ここからはですね、具体的に僕の私物をですね、名作アウターどんどんお伝えしていきたいなと思っているんですが、まずはベースからお伝えしたいなと思ってるんですね。今日はこのベースのままですね、上を着替える形で展開をしていきたいなと思うんですね。まあ、その上でですね、着てるもの、ざっくりと紹介すると、まずは T シャツですね。この上に重ねていきたいなと思います。こちらは Tumorland グループの c a b ン n というですね、ブランドの T シャツになります。ちょっとですね、素材感が通常の Tumorland の ランドに比べるとさらに上質になったりだとか、まあ、デザインもですねちょっとエッジは効いていたりするんですがすごくですね大人の男性に似合いやすいものが多いので、まあ、僕自身キャバン大好きなんですがそちらのプリント t シャツを着てですね下はですねこれユニクロ U のですねレギュラフィットテーパードパンツですね秋風になるとよく履いているアイテムなんですが、まあ、これをベースにしながら今回はですね上を着替えていきたいなと思いますまず1点目はもうその流れで言ってしまいますがこのようなジャケット そうですねジャケットも1点あるとですね、秋冬はすごく便利なアウターになるかなと思うんですが、僕はビジネスで着るようなジャケットに関しては、基本的にシングルのネイビーのセットアップだったりするんですけども、ちょっとカジュアル感のあるようなジャケットもサクッと羽織りたいなという時があって、そういう時にはちょっと緩めのサイジングのこういったダブルのものを着ることが多いんですね。この動画の中でもダブル多いかなと思うんですが、 僕は結構ですね、秋によく着ているのがこちら。T シャツと同じキャバンのですね、デニムのジャケットなんですね。これは名作です。僕が一番最初に試着したのは、おそらくもう2年ぐらい前だったと思うんですね。今も定番でこちら置いてあります。シーズンも飛ばずに1年中置いてあるようなアイテムかなと思うんですが、まあ、デニムの質感ですね、すごく上品なんですね。いわゆるこう色落ちしてあるような感じではなくて、表面に微光沢があって、すごく大人っぽく見えるような、上品な デニム使いになっててましてこのジャケットはすごい気に入っています。まあ T シャツの上に着たりだとか、あとはバンドカラーのシャツの上に着たりすると、まあこれ1枚で決まるので、すごくね、個人的にも気に入ってるアイテムですね。まあダブルのジャケットっていうのはなかなかですね、皆さんにとっては馴染みがないかなと思うんですが、僕は帰って普通のジャケットよりもカーディガンとかちょっとしたアウター感覚でさらりと羽織れるかなと思うので、まあぜひですね、セレクトショップのオリジナルとか、まあアーバンリサーチなんか結構オリジナルでよくやってたり、 するのでまあ、そういったダブルジャケットを着ながらですね着こなしの幅を広げていただければなというふうに思っていますはいということで1着目はこちらのデニムジャケットでしたはい、まあ、ここからはですね実際にいろいろと着ていきたいなと思うんですが2点目はですねそうですね何にしようかな こちらにしましょうか。はい。ちょっと着丈がそんなに長くないアウターですね。いわゆるですね、短丈系アウターの一部かなと思うんですが、これは昨年ですね、えっと、実はですね、前に一緒に動画を撮りました、ジェディアさん。 で、購入したですね、アウターなんですね。これはバブアーのアウターになるんですが、まあ、いわゆるですね、バブアーの定番的なものではなくて、アンドワンダーというブランドがありまして、ここはアウトドアのアイテムが多いブランドなんですが、アウトドアウェアをですね、デザイン性をぐっと高めたものがしっかりと置いてあるようなブランドで、結構いろんなところとコラボレーションしているのが、このアンドワンダーというブランドで、まあ、近年ではですね、モンクレールとかともですね、コラボレーションしているような、すごくですね、デザイン性の高いアウトドアウェアブランド、 なんですね、その両者がですね、タッグを組んで作ったこのアウターですね。これはめちゃくちゃ気に入っています。通常のバブアにはないようなですね、ちょっとこうスポーティーな素材感なんですね。なので、まあアウターなんだけどシャツ感覚でさらりと消えるので、まさに秋なんかにはすごく活躍してくれるアイテムかなと思います。まあ、ベースのデザインはバブアっぽいんですけども、このステッチ使いですね。 あの、このアンドワンダーって、ブラック地に対して、こういったホワイトのステッチを効かせることで、ちょっとこうアクセントをですね、用いるということをよくやるんですが、これはね、そういったこう、バブアーとアンドワンダーの良さが、両方感じれるようなアウターになっているので、めちゃくちゃ気に入っていますね。まあ今、T シャツの上にサライト着ていますが、まあ、もうちょっと季節が進めばですね、ニット着たいだとか、まあ、シャツにも相性が良かったりするので、すごくね、雰囲気いいと思いますね。まあ、バブアーって結構失敗すると、おじさんの作業着っぽく見え たりするところがあるんですがこれはですねそういった香りが一切しないんですねちょっとスポーティーな感じもしつつライトのアウターとしてはすごくですね使いやすかったりするので個人的にはめちゃくちゃこれ気に入っています今季はですねちょっとアンドワンダーとバブアのコラボまだ今の時点では出てないんですがこの両者のコラボレーションは僕は毎シーズン楽しみにしているのでぜひ、まあ、皆さんもですねバブア今いろんなところからコラボレーション出ていますが気に入ったものをゲットしていただければなと思っています はい。バブアー系はね、本当に一着持っておいてもいいと思いますね。最近の旬なブランドとしてはですね、欠かせないかなと思うので、ぜひぜひ皆さんもですね、オンラインでチェックをしていただきたいですね。続いてじゃあどうしようかな。ちょっとこう、ミリタリーっぽいアウター行ってみましょうか。 こちらはですね、えー、今年買ったのかなアーバンリサーチで購入した、えー、ゴールデンミルズというブランドのアイテムなんですね。いわゆるこう、ミリタリー調のですね、アウターになっていまして、僕はね、こういう男臭いものも大好きなんですよね。はい。着てみました。まあ、サイジングはですね、ちょっとゆったりめになっています。ミリタリーベースのアウターではあるんですが、まあ、肩のラインを落としたりだとか、まあ、細かなディティームに関しては、しっかりとこう、オリジナルに忠実に作られているんです。 だけどもも現現代のののエッッセンンンススとととといいうううこころをうまくミックスしなががら表現するのがこのゴールデンミルデズというブランドとっても上手で僕はこちらだけではなくて、持つコートも持っているんですね。まあ、両方ともですね、すごく気に入っていて、僕は着ています。で、まぁ、あ、ちょっとね、あのー、秋でも気温がそんなに寒くない時には腕とかまくりながらですね、ザクッと着たりするんですね。これがですね、生地も結構しっかりしているので、僕はまあ普段着ることもあるんですが、キャンプの時なんかでも着てるんですね結構ですね。 ガンガンに着倒して、くたっとしたぐらいがかっこいいアイテムかなと思うので、これはすごく気に入ってますね。価格もですね、このゴーデンミルズそんなに高くないんですよ。本格的な仕様なんですが、モッツコートでも2万円しないぐらいで、こちらもですね、多分1万円台前半とかで買えたと思うので、すごくね、このアウターの完成度は高いかなと思います。まだまだ始まったばかりのブランドで、僕もアーバンリサーチでしか見たことがないんですが、ここのブランドはですね、かなり使い勝手がいいですね。 大きめの胸ポケット、腰ポケットが一つのアクセントになりつつ、ちょっとね、こういったこう素材の質感、男らしい武骨な感じも含めて、もうめちゃくちゃ大人の男性にはハマりがしやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい。うん、ちょっとですね、カジュアルなものが2着続いたので、 少し綺麗めな方向に振ってみましょうか。えー、これも名作と呼ばれるようなアイテムだと思うんですね。まあ、動画の中でもたまに着てることがあります。まあ、何度かな ?5 回ぐらいは着たことがあるかなと思うんですが、これは昨年購入した、えー、シャツですね。シャツなんですけども、ウール地になってまして、まあ、アウター感覚で着れるので、僕は大好きでこれですね。秋とか春に 着ることが多いんですね、えー、薄手のウール素材のシャツになってましてウールのシャツってなんだろうなコットのシャツに比べるとちょっと地圧になっていましてアウターっぽくも着れますしあとは表面の質感ですね光沢感がめちゃくちゃ美しいんですよねこれはですねマルニというブランドのシャツになります、まあ、マルニといえばユニクロマルニのコラボレーションが今年ありましたが僕はですねこのシャツ大好きで、えー、本当にね毎シーズンチェックしてるんですが、まあ、シーズンカラーで違うものも出たり するんですけども僕はもう自分の中でのテーマカラーでもあるネイビーですね。これをですね、1年前に買って、春秋にですね、よく活用しています。すごく色味もいいし、デザインも丸には結構エッジの効いたものも多いんですが、このような大人の男性でも着やすいような、割とこう、オーソドックスなものも出してたりしていて、これはすごく大人にも似合いやすいかなと思います。サイジングに関しては少し緩めになってまして、肩のラインがここですね、ちょっと落ち気味になってるんですが、そんなに極端に大きくない ですしレギュラーカラーがついていて素材感もすごくいいというところでこれめちゃくちゃ気に入っていますまあ、残念ながらちょっと今年若干値上げしてしまったかなというところで色違いを買うのをちょっと躊躇してしまったんですがまあ、非常にですね人気のアイテムでまあ、メルカリとかねそういったところでも売っていますのでまあ、気になる方はぜひチェックをしていただきたいなと思いますこれも一着買えばもう本当に数年使えるようなアイテムかなと思うのでぜひね頭の片隅に置いていただければなと思っています はい。続いてですね、何行きましょうか。まあ、順番に行きましょうかね。えー、僕がですね、動画の中でよく今年はですね、デニムジャケット G ジゃんが旬ですということをお伝えしてるかなと思うんですが、ユニクロのデニムジャケットもすごく優秀なんですが、まずはユニクロで買って、あ、 デニムジャケットすごくいいなっていうのを実感した後にですね、ちょっとしっかりとしたものを投資して買い直すってことを僕やるんですが、まあ、今年買ったのはですね、こちらのデニムジャケット、ジーニクというブランドですね。イタリア人の方と日本人の方がですね、えー、こちら。 展開するブランドになっているんですが、すごくね、あのー、色合いとか、あとはディティールの作り込みが、僕は個人的には好みなんですね。まあ、デニムジャケット、G ジャンっていうと、どうしてもカジュアルな印象が強いかなと思うんですが、まあ、ジーニックに関しては、ちょっとこう、ジャケットだとか、綺麗めなアウターをですね、ちょっとイメージしながら作られているので、まあ、展開してるお店なんかもですね、ビームス F とか、あとはルッチカーレさんとかでもやってるかなと思うんですね。ルッチカーレの店長さんの動画でもこれ出てきたかなと思うんです。 が本当に上品ななジャンという形でで僕はこれすすごく好きなんですよねカラー展開もブルーとこれブラックというものがあって中でもねこののブラックのちょっとこう、ブラック真っ黒っていうわけではないんですが、グレーっぽい感じの色合いがすごく気に入ってですね、なんかやぼったくない、大人でも着やすいようなデニムジャケットなのかなというふうに思っています。まあ、サイズはですね、ちょっとワンサイズあえてあげて、普段の僕であれば S でも十分かなと思ったんですが、こちら M サイズにしました。すごくアメリカ っぽい方向に振るというよりは少し大人っぽくブラック系のイージーパンツと合わせながら、まあ、小綺麗に合わせるとですね相性がいいようなアイテムかなと思いますこれからもっと寒くなってきたらこの上にさらにコートなんかを重ね着するスタイルも楽しかったりするのでこれはね非常に満足度が高いですねこういったボタンもですねメタル調になっていて無駄がないんですよねで、生地自体にはストレッチは効いてないんですがちゃんとですね人体の構造をしっかりと考慮しながら作られているので動きや 安いんですよ。なのでストレスもないし本格的な生地の質感というところも楽しめて、まさにこれは大人のための G ジャンかなと思いますし、今後もね多分継続して出てくるようなモデルかなと思うので、ぜひ皆さんもですねチェックをしていただきたいなと思っています。はい。 ね、いろんなジャンルのアウターがありますよね。もう本当にね、YouTube やってると僕自身いろいろ研究したくなってですね、いろんなものを買うわけなんですね。まあその中で増えていくんですが、続いてどれ行こうかなこれ行こうか。先にこっち行きましょうか。これはですね、定番のアークテリクスのジャケットですね。これもね、もう去年の動画の中で何回かご紹介しましたが、 めちゃくちゃいいですね。もう最近、なんか改めてアークテリクスの勢いを感じていて、なんか出てもすぐ売り切れちゃうことが多いかなと思います。最近では、えっと、丸の内にも新しい店舗ができたりして、ちょうど僕がですね、スタイリングで丸の内のあたりに行った時にオープン当日だったんですが、すごく寒くて雨の日だったんですけども、長蛇の列ができていましたね。改めてアークテリクスのすごくですね、人気を感じたわけなんですが、こういった、まあ、 まさしく、こう、ナイロンジャケットみたいなものは、秋だとか、春だとか、真冬じゃない季節にはすごく重宝するかなと思っていまして、生地のね、質感ですよね。パリッとした、襟の立ち上がりの良さだとか、あとはブラックの中でも、すごく深めでですね、品を感じるような、すごくいいブラックなんですね。ブラックといっても、なんか本当に色の深さだとか、光沢感とかのバランスで、全然感じ合い方が違うんですね。チープに見えるブラックもあれば、すごくなんか、深く、 上品なブラックっていうのもあるんですがこのアークテリクスのモデル名がちょっと忘れてしまいましたが、ぜひ皆さんコメント欄で教えてください。このモデルはめちゃくちゃ良かったですね。スコーミッシュフーディーと呼ばれるようなもっと薄手のものもアークテリクス僕は持っているんですが、こちらはですね、もうちょっと張り感があって値段も上がってはしまうんですが、よりですね、アウターとしての見栄えの良さだとか、あと機能性ですね。フォアテックスでもあるので、ちゃんと雨風防いでくれるというところも含めて、非常にバランス がいいんで,すね、で、サイジングはですね、ちょっと大きい。 をを選選んんでででいるんですね s ではなくて m を選ぶことととででちょっっすねね内側に重ね着をしても良かったりだとかこのようなアウトドアテイストのものもビタッというようなサイズ感できるよりは少しゆとりがあった方が今っぽくは見えるかなと思って少しだけ緩めのサイズにしてあります。で、結構ブラックのイージーパンツとかにも相性良かったりだとかまぁ、あ、様々なスタイルに使いやすいのでこのアークテリクスのアウターもですね非常にですね満足が高い一着かなと思います。ちょっと今シーズンですね 真ん中のアークテリクスっていう感じのアイテムがなかなかまだ見つけられていないのでちょっと代わりになるものが上げにくかったりするんですがまあぜひ皆さんですね今後様々なセレクトショップでも取り扱いがありますしアークテリクスの店舗でもまた新たなモデルも含めて出る可能性があるので一着は持っておくと便利かなと思いますねノースフェイスも好きなんですが個人的にはアークテリクスの世界観すごく好きで色々集めていますぜひこちらもチェックをしていただきたいなと思っておりますと いうとこですかね。はい。続いてもですね、同じジャンルですね。こういったシェルパーカーと呼ばれるようなジャンルからですね、選出したいのが、先ほどもちょっと出てきましたが、アンドワンダーですね。アンドワンダーのこちらのジャケットもですね、昨年購入しましたが、非常に気に入っています。 さっきのですね、アークテリクスよりは、やや細身のシルエットになるかなとは思います。サイズはこれ S 相当のものを選びました。全然雰囲気違いますよね。まあ、先ほどのアークテリクスの方が、もうちょっとこう、デザイン的にはシンプルだったかなと思うんですが、アンドワンダーに関しては、やはりディティール凝ってますよね。元一世三宅のデザイナーの方がですね、ちゃんとこう、携わっているブランドなので、まずはこう、特徴的なのはフード周りですよね。襟がちょっと高めになっていまして、しっかりとですね、襟周りに、 特徴があるとというところそして、ステッチ使い。先ほども触れましたが、ブラックの本体に対してホワイトのステッチが効いている。これが結構個人的にはですね、アンドワンダーらしいディティールだなと思ってまして、気に入っています。で、この部分にもアンドワンダーのロゴが入っていて、まあ、前を開けた時のこの襟のですね、くたっとした寝た感じ。ここがね、すごく好きなんですよね。で、アークテリクスに比べるとかなり生地感も柔らかいので、サクッと羽織りやすいんですね。ゴアテックス使った、こう、パリッとした感じ。 マッキントッシュのゴム引きのコートもそうなんですが、その雰囲気もめちゃくちゃ好きなんですが、気軽に着るのであれば、こういった柔らかいソフトタッチのものもすごく使い勝手がいいなと思ってます。まあ、両者でね、同じような立ち位置なんですけども、こっちの方がなんかね、こうデザイン性の高さが結構目立つようなアイテムかなと思うので、ちょっとアウトドアっぽいような着こなしをしたい時にはあっちの方がいいと思いますし、スポーティーなんだけども、ちょっと綺麗めな方向に振いたい時には、このアンドワンダーが結構活躍してくれますね。まあ、ちょっと同じモデルが、 取り扱いがあるかどうかはわからないんですがマイシーズンワンダーのアウターですねすごく素敵なものがたくさんあるので大人の一着としてはすごくお勧めしやすいアイテムかなと思うのでぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っていますはい 結構なんだかんだで、ね、スポーティーなものが多かったですね。カジュアルなものが多かったかなと思います。もうちょっと季節が進んで、冬になるとロング丈のコートとかが出てくるので、もうちょっと綺麗な感じのものが多くなってくるんですが、意外と秋に関してはカジュアルなものが多くなってきます。で、ラスト1着ですね。これはですね、昨年ゲットした、えっと、ノースフェイス、パープルレーベルとグリーンレーベルの コラボレーションでできたですね。こちらのアウターなんですね。これも去年めちゃくちゃ来ました。 キルティングジャケットですね。キルティングで、まあ中ダウンがうっすらと入っているんですが、これは超使いやすかったですね。今年もガンガンに活用したいなと思ってるんですね。まあトレンドアイテムの一つかなと思います。今年も様々なブランドで見るんですが、キルティングジャケット、本当にね、有名なところもいっぱいあったりするんですが、襟周りが特徴で、ここノーカラーになっていて、V になってるんですね。まあカーディカン調になっているというところ。で、生地はですね、そんなに厚くなって くて、さらりと羽織ることができるんですね。で、肩も落ちていて、丸みのあるデザインも含めてもう完成度最高ですね。で、ノースフェイスのロゴもついてるんですが、パープルレーベルということで、ちょっとちっちゃめのロゴだったりだとか。あとはこれはもう着てる時には見えないんですが。 このタグですね。紫のね、このタグも僕は大好きなんですよね。ナナミカとのコラボレーションのパープルレーベルですね。通常のノースペースにはないようなデザイン的には少し凝ったものですね。サイズ感も現代的な少し緩めのサイジングを採用してたりだとか、まあそういったところも含めて、すごくね、ファッション性の高いようなノースペースとのコラボレーションになっていて、これも大好きなんですよ。今年もね、ガンガンに着たいです。T シャツの上に着るのもいいし、ロンティーだとか、あとシャツにも意外と合いますね。 白のバンドカラーシャツともよく合わせていたんですが、これは本当にいいですね。もうちょっと季節が進んだら、タートルネックのニットなんかも合わせてもいいかなと思います。同じものはちょっと今見つからないかなとは思うんですが、今季はエディフィスのこのようなキルティングジャケットが1万円台前半で購入できて、すごく雰囲気良かったので、そちらでですね、代用してもらうのもいいかなと思います。このようなパープルレーベルですね、ノースペースの中でもちょっとこう人と被らないというところでは、すごく満足度が高いブランドなので、ぜひ皆さんも チェックをしていただきたいなというふうに思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、大人におすすめの名作アウター8000ということで、私物をですね、皆さんに思い切ってご紹介してみました。こちらに何もかかってないハンガーが並んでいますが、まあ結構いろんなものをご紹介できたかなと思います。まあどれもですね、トレンド感が強いというアイテムよりは、まあこれから先ですね、3年5年先でも使えるようなものが非常に多かったかなと思うんですね。そういったものに関しては、ちゃんと元が取れるかなと思ってるので、たまにはですね、しっかりと投資をして、 気に入ったアウターを買うというのもすごくいいかなと思います。まあ、人によってどのアウターが刺さったかはですね、結構違いが出てくるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、このアウターが良かったっていうのはコメント欄に書いていただきたいなと思いますし、皆さんの中でのお気に入り、名作と呼べるようなアウターもですね、ぜひ教えていただきたいので、コメント欄にドキドキと書き込んでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですが、まあ、今回の動画のような僕自身の 自身が私物とととししててて持っっいるようななもののかちょっと中級者向けのですねコアなアイテムに関しては普段はですね、YouTube のメンバーシップチャンネルで解説をしています。週に4本動画をアップしていまして、週に一度はですね、ライブ配信もしていますので、気になかったら概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また、普段なかなかですね、動画をチェックする時間がない方のためにですね、オンラインサロンも開催をしています。そちらはですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムとかコーディネートをどんどんですね、配信していますので、 こちらも概要欄から気になる方はチェックしていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに